こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、ちびまる子ちゃんを知ってるか？もちろん知ってるわよ。昔から人気のあるアニメだもの。ちびまる子ちゃんに出てくるキャラは、全員結構癖の強いキャラの人たちなんだ。確かにそうだわ。みんなキャラが濃いわよね。その中でも、やっぱりたまちゃんが一番好きだわ。どうしてだ？いつでも優しいたまちゃんが好きなのよ。確かにたまちゃんはいつでも優しいよな。それとは逆にクズと言っていいようなキャラも、存在するよな。え？そんなクズっていうほどのキャラいたかしら？じゃあ今回はちびまる子ちゃんに出てくる、クズキャラをいろいろと厳選して紹介していくぜ。今回も楽しみだわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。クズキャラ一人目は、前田さんだ。前田さんね、確かにあのキャラは個性的すぎる。印象しかないわ、性格も、結構なものだったような。そうだよな、そんな前田さんの、クズエピソードを紹介するぜ。どういう話なのかしら。ちびまる子ちゃんの1090話の内容がヤバすぎて、大炎上したエピソードがあるんだ。大炎上。おばあちゃんが分身する放送事故が、話題を呼んでいるが、実は第1090話お母さんの給食袋の巻にて、2017年2月19日に放送され、まる子のクラスメイトの、前田さんがあまりにもクズだったとネットで話題になったんだな。そんなことがあったなんて知らなかったわよ。給食袋の話なんだが、ある日まる子は、可愛らしい給食袋を持って学校に行くんだ。それは、お母さんに鳥の絵を刺繍してもらった。給食袋で、それを見てたまちゃんやとしこちゃんは、とっても羨ましがるんだよ。まる子のお母さんは刺繍が上手だものね。学校から帰って、まる子がお母さんにそれを伝えると、二人が褒めてくれたと聞いて喜んだお母さんは、まる子、たまちゃん、としこちゃんの三人でお揃いの給食袋を、作ってくれることになったんだ。やっぱりまる子のお母さんは優しいわね。お花の模様と動物の顔を組み合わせたデザインの、刺繍をしてもらうことになり、三人が学校で話し合って図案を考え、まる子がクマ、たまちゃんがウサギ、としこちゃんが猫で、動物の種類は三人バラバラで決定したんだ。それで？そこへクラスメイトの前田さんが登場し、自分もお揃いの給食袋が欲しいと言い出したんだな。よっぽど可愛かったのね。たまちゃんととしこちゃんが、まる子のお母さんに聞いてみないと無理だよと言うと、逆ギレして私のはパンダがいいからちゃんと作ってよ、と言い放ちその場を立ち去ったんだ。さすが前田さん強いわ。まる子は学校から帰宅して、お母さんに前田さんの分を、追加できるかと相談すると、お母さんは心よく了承してくれたみたいだな。さらに、今夜中に作ってくれると約束してくれたんだ。優しいお母さんすぎる。お母さんを気遣って、まる子は無理しないでねと伝え、その後、帰宅したお姉ちゃんは、前田さんとまる子の、関係に疑問を持ち、まる子に、あんたそんなに前田さんと仲良かったっけ？と、尋ねると、成り行きで仕方がなかったんだと、まる子は言うんだ。それを聞いたお姉ちゃんもお母さんのことを心配して、成り行きで増やしちゃお母さんが大変でしょと、まる子に伝えるんだな。それでどうなったの？そして次の日、お母さんが夜中に頑張って作ってくれた、給食袋を持って、まる子はウキウキ気分で、学校に向かうんだ。一晩でみんなの分を作ったお母さん素晴らしいわ。心の中で私、お母さんの給食袋が、本当は少し自慢なんだと、お母さんを誇らしく思ったまる子だった。これに対してこれはフラグ、やばい予感しかしない。と、ネット上ではその後の展開に、不安を感じる声が続出していたそう。確かにこれはフラグね。それから学校に着いたまる子は、お揃いの給食袋が出来上がったと、たまちゃんととしこちゃんに報告するんだ。喜んでくれたんでしょ？おばさん大変だったねと、二人は気遣い、まさかの前田さんだけは、話はいいから早く見せてよと、一瞬空気が悪くなりながらも、三人にお母さんが作ってくれた給食袋を、渡していくんだ。たまちゃんととしこちゃんは大喜びしたんだ。前田さんは？前田さんは思ったより可愛くないねとか、このパンダあんまり可愛くないわ。桜さんの熊の方が可愛いし、そっちと交換してよとまさかの発言をしてしまう。前田さんぽいわね。たまちゃんととしこちゃんがこのズーズーしさに激怒し、ダメだよ、これはまるちゃんのなんだから、自分でパンダがいいって言ったでしょと、前田さんを責めるんだ。前田さんはなんて言ったのかしら？でも、うるさいねえ。桜さんはまた、作ってもらえばいいんだから、私に熊の方をちょうだいよと発言。その発言を聞いたまる子がついに激怒するんだ。さすがに前田さんそれはダメだわ。あんたなんかにどっちもやるもんか。絶対あげないから、バカ、と言い放ち、前田さんからパンダの給食袋を取り上げたんだ。よくもバカなんて言ったね、と。前田さんも激怒し喧嘩に発展。まさかの前田さんも逆ギレ。この前田さんのクズっぷりに対してネットでは、
前田さんって基本的にクズだよね。あの前田はクズすぎだ。マルコもよく喧嘩したよ。右輪さんは笑えるブスだが、前田さんは胸クソエピソード多い。さすがにネットでも大炎上したそうだ。これは仕方ないわね。小杉くん。クズキャラ二人目は、小杉くんだ。小杉くんってあのすごくいっぱい食べる子かしら？そうだ。2018年4月22日放送で、マルコのクラスメイトの小杉くんが登場したんだ。態度がわがまますぎると視聴者から、厳しい声が寄せられたようだ。どういう話なの？マルコ、小杉の食欲を心配するの巻、というエピソードが放送されたんだ。マルコとタマちゃんは公園で小杉くんに遭遇するんだ。お母さんが手を怪我してしまったため、出前を取って食べたことをマルコたちに話すが、小杉くんは元気がないんだ。どうして元気がないの？一人前の出前では足りず食欲旺盛な小杉くんは、おかわりを要求する。すると昨日の夕食の残りだって全部一人で、食べたじゃないか。わがままを言うんじゃないと、両親から叱られたという。そうなんだね。マルコはそんな小杉くんに呆れて、おばさんが大変な時くらい、家の手伝いをしたら？とたしなめるが、食べなきゃ力も出ないだろ、喋ると腹減るから、俺帰るなと。小杉くんは言って、家に帰ってしまうんだな。せっかく心配してマルコは言ったのにね。そしてその夜、小杉くんはまたもや空腹でイライラ。晩ご飯を完食するとすぐに、腹が減ったよ。もっとおかわりくれよ。おかずも足りねえよ、と懇願するんだ。また言ってしまったのね。仕方ないな。父ちゃんがまた作ってやるよと、見かねたお父さんが言うと、父ちゃんが作った味噌汁、いまいちだったんだよ。母ちゃん頼む、と、小杉くんはダダをこねる。それから？そしてそんなこと言ったって、まだ大変なんだよと、怪我をした手を見せる小杉くんのお母さんだったが、なんで手なんか怪我したんだよ。母ちゃんのバカ、と小杉くんは逆ギレするんだ。怪我をして大変なのにそれは最低ね。視聴者は、そんな小杉くんのわがままぶりに、我慢できなかったようだな。ネットにはクズすぎて笑えない。おかわりできないからって、お母さんの怪我を責めるとか、最低なやつ。小杉は登場キャラの中でも飛び抜けてヤバいと思う。小杉が出てくる回は、普通に気分を害すなど、小杉くんを批判するコメントが相次いでいたんだぜ。小杉くんは食べ物に対していつも、凄まじい執着心を見せるわよね。お母さんの怪我の時くらいはさすがに、自重してほしいものだな。長沢くん。クズキャラ3人目は、長沢くんだ。長沢くんっていつも藤木くんと一緒にいて、言いたいことを結構ズバズバ言う子よね。話題のエピソードは、マルコ、花輪くんに英会話を習うの巻で、2019年6月9日に放送されたんだ。長沢くんの話じゃなくて花輪くんなのね。知らない外国人から学校の帰り道に、マルコとタマちゃんは声をかけられるんだ。道に迷っているようだったが、マルコたちは英語が全くわからなくて、困り果てていると、花輪くんが颯爽と現れ、へえ、君たち、お困りのようだねと、話しかけてくれるんだ。花輪くんかっこいいわ。花輪くんは外国人から事情を尋ねるなり、そのまま流暢な英語を披露して、おかげで外国人は道を知ることができ、マルコたちもことなきを得たんだな。花輪くん頼りになるわ。マルコはその日を境に国際人を意識し始め、翌朝、英語を教えてほしいと、花輪くんに頼み込むんだ。英語習ってみたいわ。はじめ英会話を習っていたのは、マルコとタマちゃんだけだったが、途中でクラスメイトのハマジも参戦するように。さらにその翌日には、右輪さんと丸尾くん、そしてネクラでおなじみの長沢くんも、参加することになったんだ。長沢くんやっと出てきたわよ。だが長沢くんは、なかなかうまく英語を喋れなくて、みんなの足を引っ張るどころか、しまいには本当に通じるのか？と、文句をつける始末だ。長沢くん、さすがにそれはひどい。そんな状況を見かねて、長沢くん、あなた少し足でまといですよと、丸尾くんはつい口を滑らせてしまう。丸尾くん言っちゃったわね。そして長沢くんは泣き出してしまい、おかげでその場は一気に最悪なムードになってしまうんだよ。それで？この空気を変えようとして、今日はここまでにしよう。宿題のプリントを作ってきたから、ちゃんとやってきたまえと、花輪くんは手作りのプリントを配り始めるんだな。花輪くんっていつも何かと気を使ってるわよね。個性的すぎるメンツのせいかしら。マルコたちみんなはいろいろ迷惑かけてごめんね。すごく助かるよと口々にお礼を言うんだが、配られたプリントを見て長沢くんだけは、君、字が下手だね。英語よりお習字習った方がいいんじゃない？と毒を吐くんだ。この言葉にはさすがに一同ドン引きでしょ。ネット上でも空気の読めなさ感が半端ない。久々にちびまる子ちゃん見たけど、長沢くんの性格がクズすぎる。花輪くんの字の汚さは絶対触れちゃあかんだろ。長沢くんの最後の一言はやばい。とんだ腐れた真似だったなど、非難の声が相次いだんだぜ。
でも本当にひどいし、仕方がないわね。今回の首都圏で長沢くんは、数多くの批判を買ったが、本当は弟思いの優しいお兄ちゃんで、今回の動機も英語を弟に教えてあげたかったという兄心から、花輪くんに英会話を習おうとしたんだ。と入っても、長沢くんの弟は、まだ赤ちゃんなんだけどな。長沢くんっていつも負のイメージが、つきまとうけど、株を上げる日は訪れるのかしら。マルコ。クズキャラ4人目は、マルコだ。まさかの主人公じゃない。2017年11月5日放送の、マルコのお宝5円玉の巻というエピソードで、マルコのとんでもない問題行動が発覚し、ネットで話題になっているようなんだ。問題行動って何をしたのかしら。前から欲しかった桃江ちゃんバッジを買いに、お小遣いをもらったマルコは、駄菓子屋へと向かう。向かっている途中で犬に吠えられ、お金をばらまいてしまうが、通りがかったクラスメイトの野口さんが、お金を拾ってくれるんだ。野口さんって独特な雰囲気を持ってるわよね。するとひょっとしたらその5円玉、5円以上の価値があるかもよと野口さんは、拾ったマルコの5円玉を見て、発言するんだ。実はマルコが持っていた5円玉は、いわゆるエラーコインというやつで、穴がずれているからね。こういう穴がずれたお金は珍しいからねと、野口さんは説明したんだ。そんな話初めて聞いたわ、それで？この話を聞いたマルコは、その5円玉を使うのが惜しくなって、結局何も買わずに帰宅。そういうところマルコらしいわね。その5円玉をお姉ちゃんに売りつけようとするが、あっさり断られてしまうんだな。次にマルコが話を持ちかけたのは、おじいちゃんの友蔵だ。友蔵は穴がずれた5円玉を見て、長年生きてきたが、こんなに珍しい5円玉を、見るのは初めてじゃ。ありがたやありがたやと、感激する。嫌な予感しかしないわ。その反応を見たマルコは、1000円でどう？と、この5円玉を売りつけようとするんだ。マルコは友蔵が悩んでいると、嫌ならいいよ、他を当たるからさ。本当に珍しい5円玉だから、持ってるだけで良いことがありそうだね。お父さんにでも話してみるかと煽って、友蔵をその気にさせていく。マルコ、あんないつも、優しいおじいちゃんになんてことを。そんなマルコの巧妙な手口は、視聴者に衝撃を与えたようだ。ネットには詐欺師だ。マルコ、さすがにクズすぎる。悪徳商法じゃねえかと言った。ツッコミのコメントが相次いだみたいだな。結局それでどうなったのよ。結局、母親にその一部始終を見られていて、マルコは厳しく叱られたんだぜ。よかったわ。でも結果的に、人の道を踏み外さずに済んでよかったのかもしれないわよ。今回は、ちびまるこちゃんのクズキャラを、いろいろと厳選して紹介してみたぜ。霊夢は今回の解説をどう感じたかな？ちびまるこちゃんは好きだったから何回も、見てきたけど、こんなにクズキャラがいるなんて、知らなかったから、今回の解説を頭に入れてもう一度、ちびまるこちゃんを見たら新たな発見が、できるかもしれないわね。そうだな、イライラするかもしれないけどな。ってことで、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは、今回の解説をどう感じたかな？感想やリクエストを気軽にコメントして、もらえると嬉しいぜ。今回の解説が面白かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。それじゃあ、次回まで、まったね。